じゃこんにちは。ああ打てねえな。ゆたかさん。打てない。なんかすっきりしねえ。なんですか。どうしたんですか。何かあったんですか、プライベートで。いや何もない。いや打てないって言うから。打てない。ゆたかさんと今同じように打てない、実は選手がセリーグにいるんですよ。うん、はい。ヤクルトです。テスト？そうです。はい。どうしたっていうふうに今みんなに言われていて。まあそうだね。はい、責任の所在が楽になってしまった。はい、楽になった、うん、まあ、村上の出現で、はい、そのチームへの責任というものがやっぱ村上に向いてるという、はい、でその責任を村上が果たすという、うん、人ってやっぱ他人を意識する動物じゃない、はい、そうなってくると山田哲人が今までトリプルスリーをやっていて、うん、それは3年連続とかやっていて、山田が自分がやらなきゃいけないっていう責任があり、はい、村上が出てくることによってその責任を回避される多少ね、はい、いうようなところがあって、まあそういうところで少し楽をしてる、そんな気もする、はい、いや全然俺そんなことないよって言ったらごめんね、うんうん、いやだけどやっぱ物ってさ、そういうふうに考えていくもんだから、そういうことを感じるわけね、はい、鉄道ももう30だからな。そうですね、はい、そうなってくるとやっぱり1歳年取るっていうことはやっぱ老化もしていく、はい、鉄道なんかもうずっと若い頃から出ずっぱりであれだけの成績を残してきたわけじゃない、やっぱ疲れもあるよね、うん、で金属疲労もあるし、あとはやっぱ故障箇所、はい、まあ、そういうところがありながら、まあ、やってると思うんだけども、だから盗塁が激変したよね、はい、激減。テストのその野球スタイルから言って走れないとやっぱ野球のリズムが合ってこないんだと思うんだよね。だからもう俺は盗塁はちょっとみたいなことを考えてると、でも今まで抜群にやってきた選手が一つ取っちゃうとやっぱそこら辺での俺リズムというか、走ることによってキレも出てたし、それが良かったんだけど、それを休むことによってちょっとキレがないよね。豊さんも現役の時にやっぱり走るのと打つのって一体だったんですか、うん、連動してた。あ、だから走れないと調子が悪い。あ、そうだったんですか、うん、だから、まあ、そこにちょっと気がついてほしいなって思うよね、うん、あとその山田哲人選手の月間打率もやっぱり低いですし、うん、あとまあ 今の時点で2割5分切っていると、うん、これはその7月の頭にチーム自体がああいう状況、山田哲人選手もああいう状況になったっていう、そこを境になんですかね。それよりも前から。ただね、ただね、はい、あれだけの給料もらってて、はい、それは言い訳だわ。あ、うん、やっぱ給料が上がるとさ、はい、何年契約でいくらって総額も決まってて、うん、やっぱ人ってちょっと抜けるよね。あ、抜けない。わかります。じゃあ5億やりますと、うん、ね、森藤に、うん、今の仕事辞めない？いやちょっとゆっくりしようかなって。やめる、やめても平気でしょ。はい、人間力を抜きますね。 でしょ、はい、それが程よく力が抜けて、うん、いい成績って言ったらいいんだけどもさ、はい、やっぱりどうしてもそこまでは頑張ろう、うん、でも手に入れた総額がやっぱ大きいからちょっと緩むよね、うん、だからまあそこら辺もあると思う。全てが重なってきてしまっているってことですよ、うん、年齢的なこと、その年俸のこと、あとキャプテンでありながら何かその村上選手のチームになっているて、あ、もうそれもちろんあるよね、うん、だからそういう責任の所在というものが、まあ、村上にもう任したみたいなさ、うん、そういうところがあれば、まあ、そこでも気持ちがちょっと抜けるよね、はい、うん、なんか寂しさもあるんですかそこに。例えばなんかあれ俺一応キャプテンなんだけどちょっと、あ、どうだろうな。やっぱり人間って、まあ、野球選手って注目されたいからね、うん、まあ、少しやきもち的なものはあるのかもわからないし、うんうん、あとはやっぱ30歳ということで故障箇所も抱えてて、うん、まあ、バッティングのスタイルっていうのも多少変えていかなきゃいけない、うん、もうそういう時期に入ってるのかなと思うけども、うん、打席に入ってる見た目、うん、そういうものっていうのがちょっと変わってきてないんだよね。あ、いい時の成功体験のイメージをずっと追い求めてるのかなっていうような気もするし、はい、でももうそれはそれでやっぱ30になったし、故障箇所も出てきた、走るスタイルからやっぱ打つスタイル完全に
スタイルを変えていこうとしたらどういうバッティング、どういうスタイルでやらなきゃいけないか、うん、まあ、練習方法も含めてだけど、あ、まあ、そこら辺がやっぱこうちゃんとこうステップアップできていけばね、はい、まあ、彼の持ってる能力っていうのはやっぱもっと出せていけると思うよ。だからピッチャーがよく言うじゃない、はい、速球派がちょっと技巧派になってきたって、はい、まあ、そういう転換期だよね。ちょうどそうなんですね。だと俺は思うけどね。人によっては32、3がこうピークだっていうふうに言われてるけども、山田とか坂本とか、はい、そういう選手っていうのは若い頃からもう期待されて出てきて、はい、もう十分やってる選手なんだよね、はい、で体の金属疲労を起こし、そしたらやっぱりね、彼らはやっぱり坂本もあの山田もそうだけども、やっぱ30ぐらいで来るのかなって思うよね。一つの壁が来るんですね。壁がね、うん、ちょっと前倒しで来るよね、早く出てるだけに、はい、だからボクサーだって始めてから10年って言うけども、これが30歳だったら40歳、20歳だったら30歳っていうような感じでこうピークを迎えるという、はい、もう少しやっぱこうバッティングに変化が欲しいかなって思うよね。その今逆に言うと、その話に出た坂本選手だと、例えば怪我から帰ってきて、まあ、今怪我ですけど、その前の怪我から帰ってきた時にはもういきなりもう打ってってあったじゃないですか。どうしてもその山田哲人選手と坂本選手ってやっぱりキャプテンだし似たような打順を打ってるしで、ね、すごく被るんですけど、何が違うんですか。坂本選手は帰ってきてやっぱり打った、チームを引っ張ったみたいな形で、山田哲人選手はそうはなれないんですか。でもなれないっていうか、うん、なりたいよね、うん、でもやっぱ注目はやっぱ村上に行くからさ。あ、そうか、うん、坂本選手は帰ってきても帰ってきても岡本には行かないからさ、うん、坂本選手、ね、やっぱ坂本だから、もう2000本打って3000本行くっていう、勝手にみんなが目標を周りが決めちゃってみたいな、うん、そういう選手ってなかなかいないと思うんだよ、はい、それとやっぱこう花という意味では、うん、やっぱ坂本の方があるよね、はい、だから、まあ、そこら辺で坂本に目が行くっていうのは分かるんだけど、うん、やっぱどうしても今のヤクルトでは村上に目が行っちゃうから、はい、やっぱ村上を追っちゃうよね。それ監督とかコーチとかも何かそこら辺って感じ取ってる部分ってあるんですね。山田哲人選手の精神面だったり技術面の違和感っていうのは、まあ、これは感じ取ったとしても、うん、やっぱ彼が乗り越えていくしかないし、彼にそういう話ができる人がね、はい、周りにいればいいけどね、うん、カウンセラーとか、うん、そういう先生を、はい、まあ、とこうちょっと話してみるっていうのも一つの手かもからないね、うん、もし豊さんがコーチや監督でいたら、山田哲人選手にどんな声かけたり。いや、だからお前の存在価値だよ、うん、やってきたこと、はい、でこれからやらなきゃいけないこと、うん、それを明確にするよね、うん、今まで俺がホームランを打たなきゃいけない、俺が勝決めなきゃいけないって、ジャイアンツ戦でさ、地方球場でマチソンだったかな、はい、あれからもうレフトスタンドのポール際に叩き込んだのがあるんだけど、あれがサヨナラだったか勝ち越しだったかちょっと忘れたけど、あの姿っていうのは本当チームを背負った責任感っていうのが背中から分かったわけね。で今その背中は村上に感じるんだけども、そういう姿になってこないとね、うんうん、だから村上に負けないぐらいによしやらなきゃいけないっていう気持ちを湧き立ってこないと、湧き起こしてこないと、まあ、なかなかこう難しいかな、うん、だから王さんと長嶋さんってすごいよね、はい、両方でですからね、うん、王さんはこう真面目というかさ、はい、でひたすらホームランを目指してやっていく、長嶋さんって結構天然だったじゃない、はい、だからもう要はワンちゃんは打たなかったら俺打っちゃうよみたいなまあそんな感じじゃない、ね、だけど哲人とやっぱ村上の関係っていうのは、うん、そういう感じでもないよね、うん、そうですね、うん、そういう意味では、うん、やっぱこう、まあ、村上を意識してるとは思うし、チームを引っ張ってるのは村上だし、うん、声を出して鼓舞してるのも村上だし、うん、はい、だからそこを自分の居場所というものは、うん、まあ、あるんだけどね、うん、でも確固たる居場所を作るためには何をすべきかということをやっぱちょっと考えた方がいいよね。そうですね。それがものすと例えば技術だったりスイングだったり、元の山田哲人選手プラスアルファ進化した
山田哲人選手に変わっていけるかもしれないっていう。変わらなきゃいけないし、うん、あとね、一般社会でもあると思うんだよ、はい、自分がね、エリートでやってた、うん、ね、みんながこう寄ってきてた、うん、でもそれ以上のスーパーなエリートが来た、はい、結果を残し始めた、うん、みんなそっちに行くよね、はい、おそらくやっぱこう周りに誰もいなくなってしまったような感覚だと思うんだよ、はい、だからここを誰がサポートしていけるかどうか、うん、まあ、そういうことを考えると、まあ、いい方向に行くかもね。人って寂しがり屋だしさ、はい、だから人が離れていく、村上にみんな行く、まあ、報道関係も含めてね、うん、やっぱり寂しい思いはしてるだろうね。そうですね、うん、哲人の功績っていうのは本当はすごいことなんだけどさ。そうですよね、いやすごいよ、はい、いやできないよ、うん、ね、こんなバランスのいい野球選手なんかいないよ、はい、まあ、だけどスーパーが現れちゃったからね。そうなんですよね、若手にね、神様という人が、神様、もう村上の神は神だという、ね、そうなっちゃってますから、もう神だという、はい、まあ、だからそういうところで、まあ、寂しい思いをね、うん、まあ、周りがさせないように、はい、で、まあ、頼ったらやってくれるような選手だよ、まだまだ、うんうん、だから、まあ、頑張ってほしいな。そうですね、チームとしても今ちょっとね、踏ん張り時というか苦しい時期でもあるので。 そうだね、そこをやっぱりキャプテンの山田哲人選手がなんか盛り上げていってほしいな。ただ言えることは、はい、あ、村上が出てきて、あ、俺は少し楽になったと思ったら終わりだからね、うんうん、だからそこは勘違いしないようにね、まあ、頑張ってほしいと思います。はい、はい。